ルーファス・ペインは20世紀初めのアメリカ合衆国のブルースミュージシャン。アラバマ州、グリーンビル出身でティートットの愛称で知られていた。ペインの生涯について詳しいことはまだまだわかっておらず、彼の死亡証明書の青年月ピア、両親の名の欄には不明と記されている。アラバマ州の歴史家アリス・ハープによれば、ペインは1884年頃にアラバマ州、 ダウンズ郡、サンディリッジのペイン農園で生まれたとされている。ペインの愛称、ティートットは絶対禁止主義者を意味するティートータラーの文字である。伝えられるところでは、ペインがこの愛称をつけられたのは、彼が常々酒と紅茶を自分で混ぜた飲み物をどこへ行くにも携えていたからであったという。ティートットについては、少年だったハンク・ウィリアムズにギターの弾き方を教えたことが、 よく知られている。彼がウィリアムズにブルースなどアフリカ系アメリカ人の影響が及んだものに触れる機会をもたらしたことは、ウィリアムズがヒルビリーやフォークやブルースなどを融合させて彼独自のスタイルにしていく上で後押しとなり、さらに白人にとっても黒人にとっても聞き慣れたものとは異なるサウンドに耳を傾ける機会を広げることに繋がっていった。 ウィリアムズの成功には、ウィリアムズ自身の才能とは別に、ティートットの貢献とすべき面があった。ティートットは、アラバマ州南部の外では生涯ほとんど無名であったが、ウィリアムズの死であったことから、今日では、象徴的人物として尊重されるようになっている。ウィリアムズにインタビューした、ジャズジャーナリスト、ラルフ・ジェイ・グリーソンは、黒人ミュージシャンからの影響を認めることは自流に、 会わなかったため、後年のハンクはペインに言及しなくなっていったとし、ハンクが僕はギターの弾き方を年寄りの黒人から習った。レッスンを受けるのに15セントか何か手に入れたものを渡していた。と語ったことを紹介し、ハンクは公園で出身地のグリーンビルを訪れた時にペインのことに言及し、また彼を探したようだがペインはすでに亡くなっていた。 と記している。リリー・ウィリアムズは、ハンクのレッスンへの対価として、食事を提供したと語っているが、それ以外のパインに関する記憶は、不確かである。ペインはブルースしか演奏しなかったというものもいれば、小編成のコンボで、ポップソングやフォーカムの曲を演奏していたというものも、いる。アイリーンの話では、ペインがリリーの家へやってきて、ハンクが、 自分にずっとついてくるのでいろいろ面倒が起きていると話していたことがあったといい、ハンクが強い決意でペインをしたっていたことが伺われる。ウォルター・マクニールは何よりティートットは恥ずかしがり屋のハンクにそれを乗り越えさせ少しずつ少しずつ自分を表現させたのだと思うよ。何しろハンクは本当に恥ずかしがり屋だったからね。ハンクはどうにかして、 それを克服しなきゃならなかったが、ティートットはそれを助けてくれたんだと思う。と語っている。1951年、モンゴメリーアドバタイザー紙のインタビューでウィリアムズは、ペインが教えたことに言及し、僕が受けた音楽教育はそれだけだった。と語った。ペインは、1939年3月17日に、アラバマ州、モンゴメリーの事前病院で死去した。 年齢は分かっていないが、当時は55歳前後であろうと考えられていた。ペインは、モンゴメリーのリンカーン墓地に葬られたが、墓地のどこに葬られたのかは分かっておらず、現在は、墓地の入り口近くに記念碑が設けられている。ハンク・ウィリアムズ・ジュニアは、父に影響を与えたティートットを称え、ザ・ティートー・ソングを、アルバム、ザ・アルマー・ークラブ・レコーディングスに収めている。ありがとうございます。